検定外教科書とは、文部科学大臣の検定を経ずに民間が発行する教科書のことである。一般的には、初等教育や中等教育で使用される教科書のうち、文部科学省が講示する学習指導要領の範囲を超えた教科書のことを指すことが多い。検定外教科書は、通常の教科用図書よりも内容が深く掘り下げられていることが多い。 文部科学大臣の検定を経ていないので、原則として検定外教科書は、文部科学省検定済み教科書、または文部科学省著作教科書などとともに使用しなければならない。検定外教科書が出版される目的は、記述内容が制限される、教科用図書検定を経ないことで充実した内容の、児童用図書、生徒用図書の提供を行うことにあると言われている。 検定教科書を使わず検定外教科書のみで学校の授業を進めることは文部科学省の方針に反しているが実際にはハイレベルの中学や高校では検定外教科書を中心に授業を進めているところもある特に2003年からは基礎基本に重き多く学習指導要領が施行されているためこのような試みが以前より増えていると言われる学校の中には 自分の学校だけで作られた独自のテキストを使う学校もある。主な例として、国語では学習院女子の古文の基礎、教律女子の交語の決まり、工場間の漢文音読、修道の古文特本などがある。ありがとうございます。